呂下直後のクマゼミ金色のほのげに覆われた個体クマゼミはカメムシモクヨコバイアモクセミカに分類されるセミの一種。分類学上、エゾゼミやコエゾゼミとはかなりの近縁である。日本特産種の大型のセミである。成虫の体長は60から70ミリメートルほど。アブラゼミやミンミンゼミに比べて頭部の幅が広い。日本産のセミの中では 八重山熊ゼミに次いで大きな体をしている。羽は透明で、付け根付近の死脈は緑色。背中側は縁のある黒色だが、腹部の中ほどに白い横半が二つある。また丘から数日までの個体は、背中側が金色の炎毛ので覆われる。腹部は白、褐色、黒の組み合わさった体色で、オスの腹部には大きな大々色の腹弁がある。 温暖な地域の平地や低山地に生息し、都市部の公園や街路地などにも多い。成虫が発生するのは7月上旬から9月上旬くらいだが、特に7月下旬から8月上旬、大所から立秋にかけての最も暑い頃が発生のピークである。成虫の寿命は2週間程度とされているが、大阪市立大学の調査では30日生きたメスが、 捕獲されたという研究結果も報告されている。オスは腹を激しく、縦に振りながら大きな声で鳴く。鳴き声は、シャシャシャ、や、センセンセン、などと聞こえるが、その前後には、ジー、という長い声が入る。また、オスを捕まえると、ジーとも、ゲーとも聞こえる大声を出し続けてもがく。羽を羽ばたかせる力も強力で、近くでは、ブーン、という羽の音が聞こえる。 手足の力も強く、素手で捕まえようとすると引っかき傷をつけられる、可能性があるので注意が必要である。泣く、時間帯は主に日の出から正午までの午前中で、日が照って温度が上がる午前7時頃から午前10時頃まで、最も盛んに泣く。生息地では、朝日が昇ってから昼近くまで、泣き声が騒がしいほどに響き渡る。泣き終わるとすぐに、 別の場所に飛んで移動するという習性があり、朝の時間帯は空中をクマゼミが飛び交っている様子がよく見られる。雨の日や午後はあまり泣かず、仙台や金木犀、桜などの木の幹に止まって樹液を吸う。ただし、曇っていたり、午前中が雨で午後から天候が回復した時などは、時間をスライドさせて泣くことがある。朝の泣いている時間帯は高い場所にいるが、 昼間は木の根元付近まで降りてきている。またアブラゼミと共存している地域では午前11時頃まではクマゼミの実が鳴き、それからあとはアブラゼミの実が鳴くという鳴き分けが見られる。クマゼミの幼虫。あちこちに泥がついているのが確認できる。幼虫はアブラゼミと似ているがわずかに大きくて体に艶がなく頭部や腹部に泥がつくので区別できる。 他のセミと比較しても割と高い位置まで登っていって、羽化する。樹木だけでなく、民家の外壁やコンクリートブロックをよじ登るなど、幼虫も強い手足の力を持っている。羽化したばかりのクマゼミの生態は白っぽい色をしており、一晩かけて徐々に黒く染まっていく。翌朝には、成虫としての体が出来上がって飛ぶことも可能だが、その時点ではまだ完璧に泣くことはできない。 幼虫の生態について、湿ったところにアブラゼミ、乾いたところにクマゼミの幼虫がいるとの説があるが、京都西安高等学校生物部と高校教諭、米沢信道による10年間の調査では、アブラゼミ、クマゼミはそれぞれこの向き、嫌いな木があり、間質によって決まるものではないとの立場をとっている。なお、先端には脱皮核が全くつかないという統計結果がある。 ミンミンゼミとクマゼミの鳴き声は実際に人間の耳で聞く限りは全く違って聞こえる。しかし、この2種のセミの鳴き声のベースとなる音はほぼ同じであり、その音をゆっくりと再生すればミンミンゼミの鳴き声に、早く再生すればクマゼミの鳴き声となる。このように両種のセミの鳴き声には共通点があるため、クマゼミとミンミンゼミは互いに住み分けをしていると言われる。 それは環境による住み分けの場合もあるが、時期的な住み分けの方が主流である。つまり、クマゼミがほぼ収束した頃にミンミンゼミの発生が始まるということである。西日本の漁師が生息している地域ではおおむねそのような住み分けが行われている。特に広島県東広島市の市街地では非常に明確に住み分けられている。ところで、 台湾や中国南部の低山帯に生息する台湾クマゼミはクマゼミとミンミンゼミのちょうど中間のような声で鳴く。このセミの鳴き声もまたベースとなる音はクマゼミミンミンゼミと全く同じなのである。そして台湾クマゼミは台湾では高砂クマゼミと環境的な住み分けをしている。高砂クマゼミは日本のクマゼミとよく似た声で鳴くためである。 沖縄県の石垣島、西表島で熊ゼミと、八重山熊ゼミが住み分けをしているのと同じ原理である。また、民民ゼミと熊ゼミは共に午前中によくなく種類であるが、このことも、両種のセミが時期的な住み分けを行っている原因の一つである。例えば、鹿児島県の屋久島では、熊ゼミと黒岩づくつくが、市街地において完全な時期的住み分けをしており、熊ゼミが、 ほぼいなくなってから黒岩つくつくが発生する傾向があるが、黒岩つくつくもまたクマゼミと同じく午前中によくなく、種類である。クマゼミとアブラゼミ、もしくはミンミンゼミとアブラゼミの場合でも、クマゼミミンミンゼミが午前中、アブラゼミが午後に鳴いており、住み分けができている。なお、ミンミンゼミとクマゼミが同時期に出現し、時期的な住み分けをしていない地域もある。 そのような地域では、クマゼミが午前中に、ミンミンゼミが午後に発生活動を行っている。いずれにせよ、ミンミンゼミとクマゼミが同時に合唱をするケースはほとんどない。近年の光回線の普及で、光ファイバーケーブルを枯れ枝と間違えて散乱し、断線させるケースが西日本で数多く報告されている。NTT 西日本の事業エリアでは2005年、 2006年とも2000件近いクマゼミ被害が報告されたという。主に家庭への引き込み線が被害に遭うケースが多く、2006年からはケーブルの形状を改良しているという。クマゼミは南方系のセミであるため、温暖な西日本以南の地域が主な生息域である。そのため、西日本から東海地方の太平洋側と関東地方南部に多数生息しているが、 山陰地方以北の日本海側と内陸部では、冬の寒さによって生息数が少なくなり、北日本には生息しない。分布域は、関東南部、東海、北陸地方と、西日本である。なお、台湾、中国に分布するという報告もあったが、台湾の記録の多くが近縁の高砂国混ぜみの五道帝で、中国大陸の分布も疑わしい。近畿、 九州地方などの西日本の平地では個体数が多く都市域でも普通に見られる。静岡県の伊豆半島東海岸では南部では昔から非常に多いが北部ではそれほど多くはない。近年関東地方では生息数を増やしている。京都大学教授沼田英二の2019年時点の見解によると 関東での北限は50年前の神奈川県から東京都内や茨城県へ北上している。その原因として気候の温暖化や食事に伴う卵、幼虫の移動の可能性を推定している。クマゼミに関しては気候要因のみでは説明困難な事例がある。クマゼミは南西諸島にも生息するが、鹿児島県奄美群島の機械島、奄美大島、 徳之島には従来分布しなかった。周辺の沖の選ぶ島や与論島ではごく普通に見られるが、上実の奄美三島だけがクマゼミの空白地帯になっていた。奄美大島と徳之島では近年になって生息が確認されたが、これは人為的移入と見られている。なお、最近の奄美大島ではクマゼミの生息数が順調に増加しており、島内のいろいろな地域で、 鳴き声が聞こえるようになったと報告されている。なお、この分布空白の謎を、奄美山東における日照時間の少なさをもとに説明するものがある。つまり、地理的に日照時間がかなり少ない奄美大島とその周辺の地域は、他のセミと比べて明るい場所を好む、妖精的なクマゼミの生息には適していないとする説である。この説が本当であるならば、 現在、奄美大島で増加中であるクマゼミは将来は、再び減少に転じる、可能性もある。また、沖縄県の八重山諸島では、石垣島のクマゼミと入表島のクマゼミとでは、発生時期に1ヶ月ものずれがあるが、これも、気候からは全く説明のつかない現象である。これらの島々を含む、南西諸島では、黒岩つくつくと同じように島によって、 クマゼミの遺伝形質が異なると考えるしかない。1980年代以降、大阪市などの西日本の都市部で、セミ全体数に対するクマゼミの割合の増加が観測されている。従来は、アブラゼミが最もよく見られるセミで、クマゼミは九州などの温暖な地域に多いセミで、本州では珍しいセミであったが、近年は頻繁に確認されるようになった。 また1990年代頃から南関東や北陸地方で熊ゼミ生息地の東進、北上が報告されている。このセミの昔からの生息域に入る神奈川県小田原市では1990年代に入って熊ゼミの急増が確認され、現在は油ゼミに次ぐ第二のセミとなっている。同様に日本海側の金沢市でも熊ゼミが年々増えており、 市中心部では、毎年のように合唱が確認できるほどの状態となっている。ただし、冬の寒さが、金沢より厳しい福井市や富山市では、今のところ熊ゼミ増加の兆しはない。このようなクマゼミ増加の原因には、下のように大きく分けて2種類が存在する。クマゼミは、大昔の温暖期には、南関東の広域で生息していたが、 寒冷期になって南関東の大部分でクマゼミが死滅し、冬でも比較的温暖な房総半島南部や三浦半島南端のみに生き残るだけとなったと言われている。これは温暖期に北海道の広域でミンミンゼミが生息していたが、寒冷期になって冬でも比較的温暖な道南や地熱の高い屈ャロコのワゴン半島のみに生き残ったのと同じ原理である。 そして、再び現在の温暖期になり、南関東の広範囲で、クマゼミが生息可能地域となった。さらに近年の急速な温暖化と、相まってクマゼミの北上、東進が目立っている。特に、神奈川県南東部、あるいは北陸の金沢では最前線に近い地域となっている。一方で、この説に従わないデータも存在する。 例えば、温暖なはずの山口大学キャンパス内で、クマゼミが存在せず、アブラゼミのみ存在したという報告や、現在よりも寒冷であった100年前の京都市で、クマゼミの目撃証言があったなど、地球温暖化との関連性を否定する説もある。もともと、関西のクマゼミは、昔から、田園部では、アブラゼミと並んで、たくさん生息していたが都市部では、あまり多くなかった。 しかし高度経済成長期あたりから都市部でも増加し始め現在の大阪市内では油ゼミを完全に量駕している。このような特定の種類のセミがそれ以外の種類のセミを量駕する傾向はセミの種類こそ異なるものの他の都市においても見られる。このような様々な都市に見られるセミの栄枯性水現象の原因が地球温暖化によるものであるかどうかは現在でもよく。 わかっていない。しかし、セミ類以外の昆虫では明らかに地球温暖化の影響と見られる事例が相次いで指摘されており、セミの増減に限って温暖化との関連を完全に切り離した説明をすることは困難であるとも言われている。昆虫とは、それほどに気候の変化による影響を受けやすい動物なのである。熊ゼミの生息域の拡大の原因として、樹木の移植の際に、 根の周囲に混入した幼虫をあげる説や樹木環境の変化をあげる説もあり、すべてが地球温暖化が原因であるとは断言することはできない。京都市では温暖化に反してクマゼミの全体数の減少を示すデータや産地の減少も確認されている。従来、アブラゼミが多かった都市においてクマゼミの生息数が増えてアブラゼミが減少した原因について、 地球温暖化とヒートアイランド現象の影響とする説もあるが、野鳥の捕食が関連するという論文もある。これは、クマゼミとアブラゼミの点滴回避方法の違いによるもので、アブラゼミは近くの樹木に隠れる習性があるが、クマゼミは木には隠れず、遠くへ飛んで逃げるため、樹木の少ない都市部では、アブラゼミは、頭皮に手間取ってしまい野鳥に捕食されやすいというもので、ある。 また、東京都千代田区、港区、渋谷区などでは、クマゼミは、ほとんど見られない一方、近隣の東京ディズニーランド内の人工林や、東京都大田区や埼玉県蕨市の公園などでは、局地的にクマゼミが、毎年発生している。これは、口日のように植樹によって幼虫が持ち込まれた、ことが原因と考えられている。東京都多摩地区や神奈川県川崎市の公園でも、 そのようなケースは多数確認されている。奄美大島、徳之島におけるクマゼミの発見も、常日のように樹木の移植が原因と考えられている。ほか、札幌でこのセミの声がごく稀に聞かれる事例も、樹木の移植が原因である、可能性が高い。他の昆虫であれば、幼虫が持ち込まれても冬を越せない、繁殖できないなどの理由で、翌年には姿を見せなくなることが多い。 しかし、セミ類の場合、気候の影響が比較的少ない地中で、幼虫として何年も過ごす。すなわち、樹木の根にクマゼミ幼虫が混入していた場合、何年もクマゼミが浮かし続けることになる。幼虫がすべて浮かし終わるまで、クマゼミが発生し続けるが、成虫は繁殖できず定着できていない可能性も十分ある。実際に、クマゼミが発生した地点で、 定着したかと思われていたが10年経つとパッタリと姿を見せなくなった事例も多い。以上が樹木の移植説、野鳥の捕食説である。クマゼミの増加が指摘されるが、その一方で減少しているという研究結果も存在する。京都産業大学附属中学校、高等学校の米沢信道の研究では、京阪新地区では近年クマゼミの生息数がやや沈静化しつつあり、 様々な公園でクマゼミの減少が指摘されている。関西のクマゼミは安定期から交代期に移行した可能性がある。さらに京阪神では油ゼミが復活傾向にあることも報告されている。なお、鹿児島市では2000年代以降クマゼミが激減している。冬でも暖かく、クマゼミにとってちょうど良い気候のはずの鹿児島で。 クマゼミの生息数が減っているという事実は不可解である。九州の他の県庁所在地ではこのような傾向は全くない。上述の奄美地方でもこの鹿児島市と同様の経緯をたどってクマゼミが減少しついには分布しなくなった可能性があり、今後の鹿児島市におけるクマゼミの生息状況が注目される。八重山クマゼミ C や J 山中東1925 沖縄県の石垣島と入り表島に分布する固有種。山地の森林に生息し、平地のクマゼミとはおおむね住み分けている。鳴き声は民ミ民ンミンゼミに似る。大陸や台湾の低山帯に分布する台湾クマゼミは禁煙種である。体長はクマゼミよりさらに大きく、日本最大のセミである。スジアカマゼミシーアトレイタ大陸系のクマゼミで、2001年に、 石川県金沢市に分布することが発表された。日本に樹木が持ち込まれた際に一緒についてきたと見られる。鳴き声そのものは日本のクマゼミとは全く異なり、エゾゼミや小エゾゼミと似ている。ただし音質はその2種よりさらに重低音で、エゾゼミの鳴き声にあるようなビート音もない。音量もエゾゼミより小さいため、たくさん鳴いていてもそれほどうるさくは感じられない。 ニーニーゼミと同じくほぼ1日中なく、韓国や中国下北、河中では市街地でも多い。ソウルや北京市では民民ゼミと共存している。ただし、上海市、成都市、重慶市など、河中の都市では民民ゼミが生息しないため、スジアカクマゼミの反独占状態となっている。クマゼミと比べると明らかに冬の寒さに対する耐性が強いセミである。 昆虫食が盛んな中国、山東省では、俗に、金ゼミと呼ばれ、主に修霊幼虫や成虫が、三東料理の食材として用いられ、素揚げや煮付けにして食べられるため、養殖も行われている。ありがとうございます。